転入で入るっていう風で、うん、もう目標を決めてたんですけど、うん、もう今年中に取らないといけないんですよ。14、15時間ぐらい先生が厳しいんですよ。あ、そうなんだ。厳しい。例えば共通テストの成績開示か。でも炎上はもうするんですよ、あれ。ほう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 。これやばくないですか。やばく本題始まりました。こちらチャンネルです。さあ、今回もですね、藤川さんに見ていただきました。はい。なんか聞いたところによると、編入をいろいろと考えてるらしいじゃないですか。ああ、考えてます。いろいろ。おう、どうなんですか、それは。どこに？前回、松原さんと撮った動画では、うん、名古屋市立大学の人文社会学部国際文化に入り直す。うん、入り直すんじゃないかと。目指し直す。うん、ああ、編入じゃなくて、そのまま普通にまた勉強して入るってこと？いや、違います。編入で入るっていう風で、もう目標を決めてたんですけど、うん、まあ、目標をちょっと上げたくて、うん、上げた方が自分のやる気にもなるし、せっかく関西にいるんだなみたいな感じで、うんうんうん、それでどこにしたんですか。行っちゃっていいんですか。行っちゃっていいよ。じゃ大阪大学の外国語学部英語科専攻。はあ、ははあ、反対に編入。はい、レベルめっちゃ高いじゃん。はい、めっちゃ高くなっちゃいました。一般入試だってすごい難しいからね、英語は。編入の今年の結果を見たんですけど、うん、15、6人受けて1人しか来らなかったんですよ。はいはいはい。で、帰国子女しかやっぱりあ、そうなの、取らないのかなとか思ったり、それは分かんないけどね。で、TOEIC の多分公開テストの方だと思うんですけど、うん、730点以上取らないと無理みたいな。あ、730。へえ。はい、もう今年中に取らないといけないんですよ。あ、そうなの。もう1年の段階で、はい、取っとくんだ。へえ、そうなんだ。1年の成績で編入の成績が使われるので、うん、TOEIC の成績も、うん、もう本当に今年中に、うん、12月までには取らないといけない。なるほど。今言ってるのを関西外語の短大でしょ。関西外語は考えてないってこと。あ、考えてます。あ、第二志望で一応考えてます。うん、今まで合格した人のデータとかは見れるの？そのこういうバックグラウンドですとか。あ、見れると思います。何大から編入したとか。関西外大の短期から、阪大に行った人が一人いるみたいな。あ、ね、あ、多くの人が編入のこと知らないと思うので。そうなんです。別に短大から普通に四大に入るってことは全然あることなので、不思議なことでも何でもないで、アメリカだったらもう当たり前、コミュニティカレッジからユニバーシティに入るっていうのはもう当たり前のことなんで。で、国立だからそれがないとかっていうのもないし、実際専門学校から国立に編入とかもであることなんで。そうなんですか。うん、あるある。だから不思議なことじゃないですか。自分が教えてた専門学校の生徒も普通に国立大に編入した人いるから、卒業した時は国立大の人です。多分ずるいとかうわーとかいろいろね言うとは思うんですけど、いや、あることです。自分自身も見てるんで、教え子たちで。あ、はい、外国語学部編入合格者数、本当だ、1人だ。志願者が23名。この括弧は何があった、女子か、うん、つまり男性10人女性13人か。で、受験した4人諦めてるで、男の子1人が合格したってことですね。そうです。この人がどこの学校行ってたか分かればいいんだけどね。あ、ゼロとかも普通にあるね。はい、もう入らす気は全くないみたいです。うん、教授から聞くには。工学部35人合格してて、基礎工学が23人合格してるから、工学はめっちゃ取るんだね。理系に利点しても意味ないみたいな。いやいや、そう、それはそうだ問題は手に入れた？まだ手に入れてないんです。手に入らない。そうなんだ。まあ、ぜひ知ってる方はコメントでお知らせください。あ、教えてください、はい、でも難易度はすごい難しい、うん、教授に聞きました。だろうね。なんで？なんで大阪？母校の先生が阪大卒の、本当に憧れてて。あの先生、高校の？あ、高校の。あ、はいはい、はい、救ってくれた先生。そうです。が阪大なんだ。あの人阪大です。まあいいんじゃない。あ、あれか、共通テスト。そうだ、共通テストの成績開示か。未だにね、あのコメント残る。でも炎上はもうするんですよ、あれ。あ、そうなの。間違いなくするんですよ。するの？はい、で、結果あげんの？はい。いや、はいって。でもあの、うん、あげろあげろって言ってる人に言いたいんですけど、あれ自分の個人情報なんで、うん、あの強制してくるじゃないですか。ああ、そうね。はい。あげるあげないは僕の自由であって、うん、そうそうそう、個人情報なんで。うん、
そう、だから別に俺もほら、はい、あげろと言ってないじゃん、ずっと。あ、まあ、そう、俺は言ってはいないでしょ、ずっと。はい、そうそうそう、まあそうですけど、視聴者の人が、うん、なんか、まあ、分かってないっていうか、もういい。炎上するんかい。え、じゃあ申し込んではいたってことね、開示は。開示は、はい、申し込んでいたんですけど、うん、持ってくるの忘れちゃったんですよ。でも一応メモこんなんなんですよ。ほう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 、なるほどね。はい、あ、なるほどね。やばくないですかこれ。やばく、めっちゃ興奮してすいません。うん。やばいね。なるほどね。まあまあまあ、出るとしたら、まあ、ね、藤川さんのチャンネルに出ますんで、はい、はい。そちらで見ていただければと思いますんで、はい。今のリアクションは何だったのかは、ご想像でね。ご想像に。お任せします。お任せいたします。でも、とにかくやばいんですよ。はい。はい。わかりました。お分かりです。はい。わかりました。はいはい、気持ちを抑えこうちょっとねこのはいはい、まあ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 整えるのに大変ちょっと深呼吸がはい、そうですね、深呼吸が必要ですね、はい。なるほどね、まあ、そういう感じで、じゃあ編入目指して、はい、大阪大学、うん、英語の勉強でもどうなの、英語勉強毎日どれぐらいやってんの。毎日はしてない。いや、毎日してるんですよ。してるよね、絶対ね。英語専攻だしさ。14、5時間ぐらい。そんなちょ、受験生じゃん、そんな。いますよ。うん、おいおいおい。いろいろあるんですよ。Insights to。あ、Issues ね。はいはい。Topics とかね。あるあるある。知ってる人。いや、わかんない。ナショナルジオグラフィックなんですよ。私だって大学でも教えてたし、すげえ来るんだよ。大学にこの教材使ってくださいっていっぱい来るのね。来るの？ドバーンと来る中から選ぶの俺も。はい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 。もちろん知ってますよ、これはもうイングリッシュグラマーでしょ。もう当然もうこれもうベタ中のベタですよ。ベタなんですか。すごい有名。今 YouTube あるんだ。これ何かに似てないですか。何かに似てないってこれ何？ツイッターの。ツイッターのアイコン？はい。はい、ピアソンのやつですよ。大学で英語の授業をやった時ピアソンの教材でやったからね。クラス分けされてて、うん、少人数でバーってなるんですけど、うん、高校志望だったじゃないですか僕、うんうん、本当に決まったのが、入金ギリギリ、締め切りギリギリ、締め切りの本当にギリギリで、うん、クラス編成のために UCAT っていうのを使ってるんですよ、うんうん、その UCAT が受けれずに。ああ、なるほどね。これ先生のクイズかな。これ自分で作りました。だよね、おかしいなって思ったとこがあるだから。はい、めっちゃおかしい。なんで休暇を取りますってデスマスタイナーの役が休暇を取る、テイクアバケーションの役がユーキャットが受けれずに、うん、よくわからんクラスに。なるほどね。他もあんのなんですけど、フィースハンドって、はい、簡単だね、はい、あー、まあね、そうそうそう、こういう教材なんだよ、わかる。そうそう、英語教授法のほら資格セルタ取ったから。そう、セルタもピアソンの教材だから、そうそう、こういうデザインなんだよ。そうそうそう、もうそうやったわ、こういうので。はい、教えるのやったわ。あと、もう一冊あったんですけど、うん、忘れてきました。あと、英検の2級。ああ、英検マスターコースなんかあるんだ。へー、はい、英検2級マスターコース、へー、そんなんなんだ。これです。絵が描いちゃった。なんかに入ってる絵が描いちゃったけど、これ眠たくて描いちゃった。そういう感じでやってるわけですね。なるほどなるほど、はい。さっきの教授法の話でいくと、これなんですよね、うん、はいはいはい、英語が教育法ね。教師だいぶ変わったね、第3版か。俺使ってたよこれ。あ、そうなんですか、うん、この教科書だった。デザインが違う、もうちょっとかっこ悪い。かっこ悪い。でも中身はもうほとんど同じだね。デザインは同じ。ただやっぱ情報が当然新しい。もう2015年とか入ってくるからやっぱり新しいよね、全然。メルカリにある。これ。これだった。ああ、なるほど。似てる。だって同じ本だね、一応は、ね。はい、実際これを使って授業を受けてましたから。ああ、わかりやすかったですか。まあまあ、これはわかりやすい本だと思う。先生が厳しいんですよ。あ、そうなんだ。本当に厳しいんですよ。まあ、先生になる授業だからね。それは。あれとも俺の先生は優しかった。
この授業は優しかったな。本当に厳しくて、うん、あ、うん、見ますこの何を顔を、いや違います違います、全然話変わるんですけど、うん、時間割りみたいな、ああ時間割り、うん、経済学から一元入った日曜日が、うんね、へえ、なるほど、いやー終わった、なるほど、じゃあまあこういう形で頑張ってるということで、はい、ぜひじゃあまあこれも応援してあげてください。まあ成績開示に関してはまあチャンネルで出るかもしれないということで、はい、はい、ということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。